香川県の文化芸術の向上に貢献した人に贈られる文化功労者の表彰式が香川県庁で開かれました今年度の香川県文化功労者には公益財団法人松平公益会理事長の佐伯勤さんとピアニストの岩崎祝さんが選ばれました佐伯さんは高松市出身で松平公益会の理事長として 史跡の保護事業などに貢献してきました香川県独立の父中野武衛の活躍を広める検証会の会長も務めていますあの一言で言ってね私は香川県が大好き嬉しいし名誉なことやと思ってます